晴らしいポジションに来ました。向こう行った美観地区なんや、青原美術館も、うん、ここちょうどいい駐車場、うん、です。文字やった。デノムバー、あ、なんかあんねんな、岡山は、うん、有名やって、うん、帰りに余裕があれば、お腹に余裕があれば、これこうでいい？空いてるお席へどうぞ。これがいいですか？タコにしよう。なんだろう、俺さっきのこれ、あ、こっちか、冷やぶっかけスペシャル。すごいでかい、ちっちゃく見えるエビ、マモちっちゃく見える。はい、めっちゃでかい。ちょっとつけたら味変わるね。わさびが珍しい。ごちそうさまでした。あれどないする？カフェ倉敷芋の入るっちゃ行ってみる。ああ丸ごとのやつした。まあ多分お店でお土産で売ってるやつやな。ブラマンジュかな。餅みたいな。餅じゃない。ごめんなさい、綺麗。どうした？何が辛いし。うまいか。はい、瀬戸橋。明石海峡。海が見えない。そっちが見える。あ、こっからか。おお。国風ある。長いな瀬戸大橋。あ、なんかこれで落ちやる。高いから。
高いから何千円何万円くらい払ってる。これは値打ちある。目的地は左側です。お疲れ様でした。